追走する形から5番千澤大輔赤番、東日本を抑えて中四国ライン前に出ていきました。4番宮崎、2番武田、6番長谷隆、乗っていって5番千澤大輔4番手スローペース、1番長谷部翔5番手です。前後後ろ前後入れ替わった2分線は4番宮崎の抑え先行となって、後ろ2番武田亮太、6番長谷隆、体勢変わっていません。5番千澤大輔4番手、そして1番長谷部翔がホーム前から仕掛けようとしていますがスピードが合っています。宮崎の先行勝負で残り1周回、宮崎、武田、そして6番長谷隆の中四国3人、変わらず4番手が5番千澤大輔、まくりに回った1番長谷部翔、5番手から進撃、3番川上慎吾、口が開いてしまいました。最終バック逃げる4番宮崎浩二、1番長谷部のまくり、今3番手外、2番武田が仕事を狙ってきて、さあ今度は2番の武田亮太か、武田亮太差し切って降臨、2着は4番宮崎浩二か。